渡辺、外からシュート野口、野口のスリーポイント、ブルッツ、ここはムッサダマ、そして最後は野口、いいフットバックだ野口選手、ダブルチームいった、ここは激しくいきます、これを読んでいる野口選手、野口がいいレプレー、逆サイド、また野口が打っていく、沈めてきた、取りましたね、そしてもう一回外からのシュート、いやキッソン、どこを使うか、野口スリーポイント、ここで決めていきます、野口、チャールズ・ジャクソンにとって、ジャクソン決めた、ベンドラメかわして野口決めた、うまいですね、はいっていう今スタイルかもしれませんね、そしてもう一回野口が行く、渋谷は走っていますが、野口空いている、スリーポイント来ました、これは大きいですよ、まあゾーンですね、はい、はい、間に野口、石が入っています、石から外に出して野口のスリー来ました、盛り上がる渋谷ブースターファンの皆さん、はい、来ました野口、いや相手の隙を見逃しませんでした、渋谷次のシュート外れる、決めておきたいところ、渡辺のプッシュ、うわー野口、野口大好き、ダメな、ベストラメがついてスティールいった、野口取った取った取った、マカドがね2回と思って手に取った、当たってるじゃないですか、やっぱ手をね上げとくっていうのは大事ですよね、負けません、広瀬バンスパース、野口、マカドゥ、野口に合わせた、敵のドライブ、ブロックショットあったか、オープロスター素晴らしいです、やはり僕が書いてるのはちょっと負けてるかもしれないけど、ジャクソンが再び入る、まず渋谷の攻撃から、バスケットカウント、今度ベンドラム、コースが変わりました、インサイド入れる、レイアップ、よく見せましたね、シュートを落ちます、両チームともに激しいディフェンスが持ち味という中で、ここは渋谷のカット、ここで野口、そのまま自分で行きました、ジャクソンがスクリーンを少しかけて、広瀬キックアウト、野口にはスリーもある、これが決まる、残り3秒、合わせた野口、見事な合わせ、ピッに向かう、残り5分を切った、高さを生かした野口、打ちますがオフェンスリバウンド、渋谷、野口の合わせ、1点差、ベンドラメからの野口、野口に渡る、決まりました、合わせてきました野口選手が、ベンドラメ、まあ、ここまたちょっと空いた、で渡しスリーポイント、おじだね、野口、野口に打たれてますよね、サッと奪ってきました。渋谷はもうファールなし。石川入れた。当たった。立ちはだかった。最後は野口。